浜四郎黄昏の告白沈みゆく夕日の最後の光が窓ガラスを通して室内を覗き込んでいる部屋の中には重苦しい静寂が不気味な薬の香りと妙な調和をなして悩ましき夜の近づくのを待っている陽春の あある黄昏である。でしかし万物蘇生に乱舞するこの世の春もただこの部屋をだけは訪れるのを忘れたかのように見えるベッドの上には30を越してまだいくらにもならないと思われる男が死んだように横たわっている分けるには長すぎる髪の毛が手入れをせぬと見えてボーボーと乱れて顔にかかっているのが 死人のような顔の色をさらに痛ましく見せている細い高い鼻と格好の良い口元は決して醜い感じを与えないのみかむしろ美しくあるべきなのだが世紀の全く見えぬその要望にはなんとなく不気味な感じさえ現れているのであるそばにはやはり30を超えたばかりと見える様相の男が石像のごとく貯立して 憐れむようにベッドの男を見つめている彼もまた極めて立派な要望の所有者であるしかしこの厳粛ない,いなむしろ不気味な静寂はその要望に一種のすごさを与えている「横たわれる」は患者である「そばに立てる」は医師である この病院の副院長である。突然患者は目を開いた。立てる男と視線がはっきりと衝突した。立てる医師はふと目をそらす。患者が言う。山本、君一人か。医師にはこの質問の意味がはっきりわからなかった。え この部屋には今君と僕と二人きりしかいないのかああ看護婦は下へやった用があったから僕一人だよそうか患者はしばらく考えているようであったが再び目を閉じた医学士山本正夫は患者が続いて何か言うことを予期していた しかし患者は再び死んだように沈黙した今度は医師が声をかけた「君苦しくはないかね?」ああいや別段再び重苦しい沈黙が襲う日の光は次第に薄れて夜が近づく陰惨な静寂に 医学士山本雅夫は耐えられぬもののように頭をかきむしった患者は大川龍太郎という有名な戯曲者である彼はその27の年に諸女作を発表し当時の文壇のある大化にその才能を認められたから画然有名になった続いて発表された第2第3の諸作によって彼は完全に文壇の寵児となり 三十歳に達せざるに社会はもはや彼が第一流の芸術家であることを認めないわけにはいかなくなったのであるその大川龍太郎が三十三の今日劇薬を飲んで自殺を企てたのであるこうか不幸か彼はすぐ死ぬということに失敗した彼が苦悶のまま、 その家からほど遠からぬこの病院に担ぎ込まれてから今日でちょうど5日目である副院長山本正夫は大川の友人であった彼の必死の努力によって大川は救われたかと思われたしかしそれも一時のことであった山本は今大川の生命は ただ時間の問題であるる。ことはよく知っているなぜに大川は自殺を企てたか。大川が事実自殺を図ってこれを決行したにもかかわらず何ら遺書と見られるべきものが残されていなかったため所新聞は大川の地域である分断の署名下の推測を列挙して掲載したことは言うまでもない文史であるにもかかわらず 一の遺書も残さぬというところからおそらくその自殺は発作的なものではないかと憶測したものもあったしかし大川が数日前から劇薬を手に入れていた事実および彼がそれとなく薬物に関して他人に質問をした事実によってその考えが全く空想に過ぎぬことが明らかとなったしたがって分断の書家はおのおの 事故のの考えを述べ立てたた。であったしかし少なくも2つの原因らしきもののあったことは誰しも認めないわけにはいかなかったその一つは大川龍太郎一個人の芸術家としての問題であり他は全くこれと異なるが同時に非常に有力らしく見えるところの半年ほど前に彼の家において行われた 有名な悲劇である三十歳に達せずして一代の生命を馳せた技曲家大川隆太郎はしかし三十歳に達せずしてその芸術の絶頂に達したのかと思われた彼が三十の時生命はなお依然として衰えなかったにもかかわらずある人々はすでにその作品の中に彼の疲労を発見した 彼が31の年、その作の中には芸術家としての行き詰まりが明らかに現れ始めたその年の末に発表されたある戯曲は作者のこの芸術上の苦問をはっきりと示していた彼は焦った迷った彼の行くべき道いずれにやりや大川龍太郎は 31にしてこの苦問に直面した世間はようやく大川の疲労を見て取ったのであるしかし彼は怠けていたのではない彼には怠けることはできなかったはずだけれども焦れば焦るほど彼は自分の無力を感じた32の年をこうやって彼は暮らした 一つの策をも発表しないで、いいだ発表しえないでなぜ彼が核も焦ったか大川には有力な競争者が現れたのである米倉三蔵の出現がそれであった米倉は大川とほとんど同年であったはじめ大川の生命に言惑されていた分断は 米倉の戯曲をさほどには買わなかったけれども米倉は隠認した我慢したそして大川がその絶頂に達したと思われた頃彼はがぜん奮起した大川が疲労を見せ始めた頃米倉は堂々と躍進し始めたそうして大川が焦りに焦ってもがき始めた頃米倉は 完全に分断の一角を占領した世間は移り気である大川の名は忘れられはしなかったけれど彼の戯曲はこのころではただ発表されるにしか過ぎなくなったしかるに米倉の著作はいずるごとに次から次へと脚光を浴びていったそして大川にとって最も痛ましかったことは 最初彼を分断に送り出したある大家が米倉三蔵を大川以上のものとして折り紙をつけたことであったもしこの事実が大川の元気いっぱいの時に起こったとしたなら決して彼は驚かなかったであろうしかしある限りの勢力を出し切ってしまった彼が今目の前に米倉の異常な 大川のそれにも増した出世ぶりを見ていなければならぬということは確かに痛ましいことだったり違いないというわけは大川龍太郎と米倉三蔵とはおそらく永久に手を握り合うことのできぬ敵同士であったからである彼らはその所持作を世に出す前において既に競争者であったお互いに非常に神経質で 頑固で、そうして嫉妬心を十分に持ち合っていた彼らは名をなす前に心から愛し合うよりはむしろ心から憎み合っていた「今に見ろ」という考えをお互いに持っていたそうしてその気持ちの上に2人は精進したけれどもこの2人を決定的にきとならしめたのは こうしたた人のの名誉心でではなかったのである。実に彼らはある一人の女をしかもほとんど同時に愛し始めたのであったこの恋愛闘争はかなり有名な事件として知られている女は酒井陽子というある劇団の女優であった大川のある作品がこの劇団によって脚光を浴びた時彼は陽子と愛した。 ししかし同じ頃米倉もまた陽子と知り合ったかくて陽子を中心として2人の男は恋を争ったのであったこの闘争において全くき勝利はまさに大川の上にあった大川と陽子とは彼が29彼女が23の年に円満な家庭をつくるに至った 陽子は未練げもなく舞台を捨てて良き妻となり二人の間には愛らしき子さえ設けられるに至ったのである自分の敗北を認めた時米倉は死ぬかとすら思われたしかし彼は奮起した奮起して彼は一層その芸術に精進してついには大川をしのぐ生命を博するのに至ったのである 大川は今や恋の勝利者ではあるが芸術上の敗北者であったと少なくも世人には思われた男子はことに大川のような男は恋のみに生きえるものではない昨年いっぱい彼の沈黙は果たして何を示しているか彼はついに力尽きたのかあるいはまさに再起戦として 一時の沈黙をしのんでいるのか世人は深き興味を持ってこれを眺めていたのであるかかる事情のもとに起こった大川龍太郎の自殺事件である分断のある人々がこの点に彼の自殺の原因を見出したのも決して無理とは言えなかったけれどもこれだけが唯一の原因だとも見られぬ事情があった。 先に述べた大川の家における惨劇の原因として少なくも原因の一つとして見逃すことは正しくはあるまい昨年の10月20日の初新聞の夕刊はこぞって大々的にその事件を報じているそのうちの一つを次に掲げてみよう強盗今晩大川龍太郎氏方を襲う 酒井陽子元女優を惨殺して自分も大川氏に射殺さる近来ほとんど連夜のごとく強盗を出没し今や警視庁の存在をさえ疑われるに至ったが今晩またまた一人の強盗を戯曲家大川龍太郎氏方に押し入り妻・陽子かつて酒井陽子と称しバツバツ劇場の女優 を殺し、自分は直ちに現場において主人のためピストルにて射殺されるの惨劇が突発した今晩午前3時半ごろ深松松町松松通り先通りを警戒中の夜警谷何が氏は同番地先を隔たる約半丁ほどの大川龍太郎氏方とおぼしき方向より突如2発の銃声を聞いたので直ちに同家に向かって急行すると。 やがて道家より「泥棒泥棒」と連呼する声を聞き非常汽笛を鳴らしながら道家の庭の垣根を飛び越えて庭の中に入ったすると主人龍太郎氏が片手にピストルを持ったまま屋内より庭に走り出てきたが谷何がしの姿を認めると「泥棒うちにいる殺した」と叫んだまま その場に混沌した谷は驚いて龍太郎氏を抱き起こすと幸いにも死はどこも不詳なく全く一時の興奮のための側頭と知れたのでしきりに意識を回復せしめんと解放している折から先の銃声並びに非常汽笛を聞きて密航中の巡査佐藤一郎が駆けつけたので直ちに抜粋署に急放警視庁並びに抜粋署より 係官出張を取り調べたところ教官は午前三時過ぎ出羽包丁を携え同家台所の戸をこじ開けて忍び入ったらしくまず次の間に入り陽子および長女久子の枕元を物色中陽子が目を覚ましたのでが然ん居直りと返事出羽包丁を持って同人を脅迫したところ同人は驚愕のあまり大声を上げて泥棒を泥棒と連呼し 隣室に就寝中の龍太郎氏に救いを求めたので賊は狼狽の極み陽子に飛びかかりて馬乗りとなり両手を持って同人の頸部を締めつけついに同人を窒息せしめたこの騒ぎに隣室より飛び出した龍太郎氏は護身用のピストルを向けて1発を賊の右胸部に続いて1発をその右尾体部に打ち込んで即死せしめたのである なお続の身元その他については目下詳細取り調べ中である次の日の新聞には左のごとき記事が掲げられている酒井陽子殺し犯人は強盗前回四班の教官と判明大川氏の行為は正当防衛作長文氏大川隆太郎氏方に教官侵入し 大惨劇を演じたことは気泡の通りであるが教官の指紋により加前洞人は強盗前科4があり目下抜罰刑務所に服役中のあざとらこと大米寅一と称する脱獄者であることが明らかとなった惨劇の顛末は判検時出張取り調べの結果大体次のごとく報ぜられている大川龍太郎32は妻陽子 26長女久子3歳の3人家族で同家には他に佐藤貞子と呼ぶ女中がいるのだが惨劇当夜より約1週間ほど前から父親が病気なので一時暇を取っていたため昨今は全くの親子水入らずの3人暮らしである1時ごろ大川氏は遅くまで書き物をして八条の間に妻陽子が久子と先に就寝し 大川はその隣室の書斎六畳の間に就寝した大川氏は近来ほとんど夜間に仕事をするため別室に寝ることになっていたのである氏はあまり寝つきのいい方ではないので眠りに落ちたのは2時ごろだろうということであった教官が忍び入ったのは調べによると台所で賊は戸をこじ開けて忍び入ったもので 最初台所の次の間を物色したが何者もないので直ちに陽子の部屋に侵入し初めはひそかに枕元を探していたものらしくタンスの引き出しなどが開け放しになっていたしかしその物音に陽子は目を覚ましてすいかしたので賊はがぜん居直りとなり手にせる出刃包丁を陽子の前に突きつけて脅かしたもし陽子がこれで黙っていたならば あるいはあの惨劇は行われなかったかもしれないが陽子は驚愕の極み悲鳴を上げて救いを求めた襖一つ隔てた隣室に眠っていた大川氏はこの声に目を覚ましいきなり枕元に置いてあったピストルを携えて隣室に踊り込んだのである賊は陽子の声に驚いていきなり覆面用の黒布を取って陽子の口へ押し込み童人を押し倒し 両腕に力を込めてその喉を締めつけたため道人はもがきながら紋死したくせ者が瑤子の上に乗りかかって道人を締め殺すと同時に大川氏が救いに駆けつけこの体を見るなり一発を賊の右側から打ちひるむところをさらに一発その頭部に命中せしめたのであったしかしながら実に一瞬の差で 陽子の生命を救うことができなかったので大川氏は悲痛のあまり大声を上げながら外に飛び出したのであったなお取り調べの結果教官大ライ石の持っていた出馬包丁は2日前深伐々町伐々番地金物賞王の力地方で教官自身が求めたもので同金物店の雇い人何氏は 大米の顔を比較的よく覚えていたため全く同人の買ったものなることが明らかとなった大川氏はこの悲劇のため一時全く混倒したくらいでほとんど気抜けの体であるが係員の質問に対しては割合明らかに答えている大川氏は一応抜粗書の取り調べを受けたが正当防衛として不問に付することとなるらしい教官の所持品としては、 傍聴のほか金3二23銭の現金懐中電灯ろうそく覆面用の黒布等であった右について司法某大官は語る「自分は今度の大川龍太郎氏の強盗殺人事件について詳しいことを聞いておらぬから何ともはっきり申せないが聞くところの五十君は大川氏の行為は正当防衛であり」 かつ正当防衛の程度を超えざるものと思われるから問題にはなるまいすなわち強盗でも何人でも深夜他人の家に忍び込んだ者が妻を殺さんとしている場合は明らかに刑法第36条のいわゆる脅迫不正の侵害であるしこれに向かって発砲することはすなわちやむことを得ざるにいでたる行為と認めてよろしかろうと思うただ もし教官がすでに妻を殺してしまったあとで発砲したりとせば妻に対する正当防衛は成立しないわけであるが大川氏のごとき場合は妻を殺してもなお事故に対する脅迫不正の侵害があるわけゆえやはり第36条の適用を受けるべくたとえそれがために相手を殺したりとするもこの際は防衛の程度を超えたる行為とは言えないであろう。 ただ聞くところによれば大川氏の携えていたピストルは何らの許可を得ずして持っていたものとのことであるから鉄砲火薬類取り締まり規則に触れることは別問題である大川氏の行為はその後もちろん正当防衛として問題にならなかったがこの事件が大川龍太郎氏に与えたショックは実に非常なものであった彼はこの事件以来ほとんど送信の手で。 数ヶ月を過ごしてきた。あれほどまでに愛し合った夫婦であるしかも核のごとき惨劇のショックは普通のものに対しても容易なものではないまして大川のごとき繊細なる神経の所有者である芸術家の場合にこのショックがほとんど致命的なものであることは誰しも疑うことはできまいあの惨劇以来大川龍太郎氏は 残された一人の娘を妻の里に預け家を畳んで全然一人となってこの病院にほど近きアパートメントに入ったのであったさなき田に作品を産出できなかった天才大川は敵米倉三蔵の生命日に日に上がるのを見つつこうやって惨劇以来の半年を送ってきたのであったこの惨劇が大川隆太郎の この度の劇薬自殺事件に関係なしと誰が言えようさて話は再び黄昏の病室に戻る部屋はおいおいと暗くなってゆく墓場のような静寂は突如大川によって再び破られた山本なんだ大川 救われたように山本が答えた君一人かこの部屋はああ今言った通りだ誰もいない山本君は長い間僕の親友でもありまた医者でも会ってくれた僕は深く感謝するよそれでね 僕は今僕の医者としての君と親友としての君に聞きたいことがあるんだが君はっきり言ってくれるだろうねどういう意味だいそれはつまり僕は一生をかけた問いを君に2つ出したいんだその1つには医者としてはっきり答えてもらいたいそれからもう1つには 親友としてはっきり答えてもらいたいんだうんできるだけそうするようにしよう何でも言ってみたまえ横たわれる大川の顔色にはおかしがたき厳粛な色があらわれていたたたずめる山本の額には汗が浮き出している彼は大川がどんな問いを発するか固ずをのんで待ち構えた 医者として答えてくれた前僕は助かりはしないだろうねとてももう今にも死ぬかもしれないんじゃないかいや僕の聞き方が悪かったかもしれない医者なるがゆえに君はそれに答えられるのかもしれないそれなら親友として言ってくれないか僕はとても助からないんだろう ああ決して安心してはいけない状態なんだいつ危険が来るかもわからない場合なんだしかしこんな状態で回復した例はいくらでもあるだから絶望とは言えないありがとうけれど君は誤解している僕は生きようと望んではいないんだ死ぬなんてことは案外楽なものだぞ 生きよう生きようと努力するからこそ回復する場合もあるだろうしかし僕は生きようとは思っていないだから回復することはないもう一度聞きたいもし僕が遺言をするとすれば今するのが適当だろうかもっと伸ばしておいていいだろうかそうだねそれは君の勝手だ しかし、するなら今しても差し支えないね。山本は額の汗を拭いながら答えた。ありがとう。君の言うことは決定的だ。僕にははっきりわかる。僕は自殺を潜んじてから今まで、遺言を君に聞かせたいために、聞いてもらいたいために生きていたのだ。そして、 君から聞きたいことがあるために生きていたんだよし聞こう言いたまえしかし疲れないように話したまえ君の命はそれを言い終わらぬうちになくなるかもしれない場合なのだ大川が今度は黙った沈黙がしばらく続く部屋はもう闇になりかかっているのに山本は 電気のスイッチをひねるのを忘れていた君は僕がなぜ自殺をしようとはかったかその本当のわけを知っているか僕はこの数か月毎晩死んだ妻の亡霊に悩まされ続けていたんだあんなに愛し合っていたんだからないや そういう意味ではない殺された妻の資料に呪われ続けたのだどうしてどうしてでは君もやはり世間と同じことを信じているのか山本僕は何度妻を殺そうと思ったか知れないんだそして あの恐ろしい夜のあの出来事はたとえ僕が自分で手を下したのではないと言え僕に十分の責任があるんだ山本僕は強盗に妻を殺させたのだよ僕は僕の妻が強盗に殺されるまで黙って見ていたんだよ 大川、俺には君の言うことが信じられないだろうそうだろうしかし本当なんだ僕はすべてに敗れたんだ仕事の上でも恋愛の上でも僕は君が今なお独身でいることを祝福する僕は 結婚というものがあんな恐ろしいものとは想像もしていなかった僕と陽子とは結婚しただから僕は敗れたんだもしあの時米倉と陽子と結婚していてみろおそらくは僕が勝ったに違いないんだ僕は初め勝ったと思った少なくも恋の上では 勝ってよこを完全に得たと信じたそう信じて半年程度幸福に暮らしたしかしその幸福は六か月ほどたった時永久に失われてしまったのだ僕はよこを完全に得ているかどうかということを疑い始めたそう思った時 すでに僕は幸福というものはなくなってしまったんだ。洋子も初めは僕を愛した。しかし果たして洋子は人間としての僕を愛していたのだろうか。米倉の生命が輝くにつれ洋子の瞳も輝き始めた。僕は、 妻を疑い始めた。洋子がいつまでも僕を愛しきっていかれるかを結婚人は結婚を愛の墓場だとか恋の墳墓だとか言うそう思っていられる人々はなんと幸福だろう結婚は平和な墓場ではない静かな休息所ではない 結婚は恐ろしき呪いだ。これは僕の生まれつきの生活から来ているのか、あるいは僕が米倉という恋の競争者を持っていて、それに一度打ち勝って妻を得たという、そういう特殊な場合だったからかもしれない。が、いずれにせよ、僕は結婚したことによって、 ますますの不安を感じなければならなかったのだ。結婚すれば陽子を完全に得られる。彼女の体も、そうして心も、全部をこう考えていた僕は、なんというバカ者だったろう。僕は初はめ、それを二つながら得たと思った。しかし、 結婚して自分の妻としての陽子をはっきり眺めたとき、僕はいかにして完全に永久に愛し合っていかれるかと思い始めたのだ。僕は自分の手に入れた妻が果たして長く僕の手の中にいるかどうかを疑い始めたのだ。僕は多くの夫を知っている。 彼らが幸福そうに妻と並んで歩いているのをしばしば見かける。僕は彼らのようにのんきに生まれてこなかったことを恨みに思っている。彼らは皆自分の妻を独占していることによって、その体を独占していることによって慰められている。妻の気持ちには、 少しも考慮を払うことなしに。彼らの妻のある者は常に不平を抱いているだろう。ある者は諦めているだろう。幾人が本当に夫を愛しきっているだろう。僕の場合にはそれは考えてもたまらないことなのだ。僕は。 妻の体を独占していると同時に妻から愛しきっていられなければ一日でも安心して生きてはいられないのだこういう僕にとって結婚ということはなんと呪わしいことであったろう結婚の当初陽子は僕を尊敬しかつ愛したそれは確かだったしかし 愛にくらまされた僕は芸術の精進を怠った。僕はそれを感じていた。けれど僕は自分の仕事の全部を失っても陽子に永久に愛されきっていたらそれでいいとすら考えた。この考えこそいかなる意味からでも呪われてあれ。 僕の仕事が衰えると同時に、洋子の僕に対する信頼と愛とが衰え始めたのを、僕ははっきりと感じ始めたのだ。洋子は、果たして僕を、人間としての僕を愛していたのだろうか。その頃の僕の苦悩は、2時間や3時間で、 ここで今しゃべりきれるものではない、発表しえるものではない。しかも僕の命は、今君の言ったように、今にも終わるかもしれないのだ。言いたいことをすっかり言い切らぬうちに、死ぬかもしれない僕なのだ。だから僕は、 長たらしい永たんを繰り返すことをやめよう。要するに僕はまず第一に、陽子の心が僕から離れていくのを感じ、しかもそれに対してどうすることもできない僕を見いだしたのだ。僕は陽子の心を信じきれなくなったのだ。大川は。 こう言うと突然起き上がろうとした石のようになって聞いていた山本は驚いてこれを制した「大川落ち着いてくれ俺ははっきり聞いているんだから」こう言いながらそばの水差しを取って大川の口のところへ持っていった大川は二口ほど水をうまそうに飲んでまた語り続けた 陽子が僕を愛しきっていないということが分かってから、僕はどんなに苦しいんだろう。その上、仕事はだんだんできなくなってくる。ところでヨネクラは、ますます成功していく。陽子はしばしば僕と結婚したことを後悔し始めたような様子さえ見せ始めた。ところが山本を、 僕はこの上さらに惨めな目に遭わなければならなかったのだ。僕が今まで言ったことはただ心の問題ばかりだった。人によってはのんきに暮らしていかれることだったのかもしれない。ところがどうだ僕は結婚後一年ほどたってから、洋子に不思議な挙動のあるのを見いだしたんだ。何 なんだって妻としてあるまじき振る舞いだけしからん挙動だ。というと君にはまだわからないのか妻としてあるべからざる振る舞いだよつまり僕はようこを体の方面でも完全に独占してはいないということを見出したんだ。 君はまさかと思うだろう。驚いたろう。しかし事実なんだからね。洋子はしばしば、僕の留守に自分も出かけるようになり始めた。例えば、君に体を見てもらうというようなことを言っては出かける。そして君に後で聞いてみると、またその時、君の家へ電話でもかけると。 それは嘘だったということがすぐわかったんだ。よ子このやつ、体まであいつにまかせたんだ。あいつとは誰だむろん、米倉三蔵さ。奥さんがそんなことを言ったかいバカ君は洋子を知らないのか あいつそんなことを白状するやつかあの女はね通常以上の女だぜ女房を褒めるわけじゃないがあいつは人間より何より芸術を愛する女なんだ頭もいいし口もうまいんだただしたところで白状なんかするやつじゃないだから僕は 1一回だとてそんな恥ずかしい質問をしたことはないよ。それじゃあ、奥さんがけしからんことをしたかどうか第一疑わしいじゃないか。君は法律家のようなことを言う。それが怪しいと考え、感じたくらい確かなことはないじゃないか。しかも、相手は米倉以外に。 誰が洋子に愛される資格があるか君僕の言うことはむちゃのようかもしれないしかし夫としての直感を信じたまえそうして僕が芸術家としての直感を直感と言っていけなければ本能明らかに言えば 僕は妻の挙動が怪しいことを感じた。しばしばいい加減なことを言って家を空けることを知った。これで十分じゃないか。ある口実を構えて陽子が出かける。調べてみると、卑劣なことだが僕は調べたよ。まったく嘘だ。 これだけの事実は、検事には不十分かもしれない。しかし、我々には、妻の不貞を死んでしまうに十分じゃないか。その上、平成の陽子の口に表せぬ態度等を考えれば、文句はないんだ。しかも、相手は、陽子が、 僕の前でさえ時々称賛する米倉以外の誰でありえるんだ僕は夫になったこともなし芸術家でもない上かもしれぬが君に急には賛成しにくいね。けれど僕だとて空想や邪水ばかりしていたわけではないんだ。ことに。 陽子の体に異常が来てからはかなり冷静に考えたのだ。君も覚えているだろう。陽子が妊娠したことを。君に診断してもらいに来る前に僕が君を訪ねたことを。あの時僕は君に。一体僕は。 どをつてある種の病気を君に治療してもらった経験から君にはその判断がつくと思ったのだ妻が妊娠した時それが果たして自分の子かどうかを疑わなければならぬ夫ほど不幸なものがこの世にあろうか しかも僕はそれを疑ったのだ。だから君にはっきりと聞いたのだ。ところが君はできぬことはないだろうという生ぬるい返事をした。恥ずかしい自分の立場を隠すためには強いてそれ以上聞くことができなかったのだ。しかし僕は あのときの君の返事を否定と解釈している。だから妊娠したとき、僕の疑いは全く確実だったもののように思われたのだ。ああ、しかし、さっきも君に言われたとおり、証拠のないのをどうしよう。君の答えも曖昧なものなのだ。僕の子かもしれないのだ。 僕はこうやって妻が妊娠してから約2年余り苦問に苦問を重ねてきたのだ。どうにかして証拠を捉えたい。こう念じたが、陽子は完全に自分の行為を隠していた。僕はさらに君以外の医者に自分の体を見てもらおうかとも考えた。しかし、 一方から思えば久子が僕の子でないことが分かったからとてあとはどうなるんだう子を知っている僕は彼女が素直に自白するとは信じなかったいやたとえ自白したところでどうするんだもし洋子が米倉を愛していると自白したらどうなるのだ 久子が米倉の子だということが分かったとで幸福になるのか法律はもちろんある結果をつけてくれるだろうけれど法律がどう解決をつけようがこの深刻な問題が少しでもよくなるのか山本妻を奪われた夫はいっい どうすればいいんだ誰でも考えるだろうが一番初め僕の頭に浮かんだことは妻と男をいかなる手段ででもやっつけることだけれど僕は米倉と自分とを比べてみたもし何らかの方法で米倉をやっつけるとすれば世間はどう思うだろう 何も知らぬ世間は彼の生命に対する僕の嫉妬だとしか考えぬであろう。そう思われることは耐えられないのだ。それに実に矛盾した考えだが直感は直感としても僕はどうにでもして米倉が勘婦であるという確信と証拠を得たい気がしていたのだ。 僕は苦問した洋子にも米倉にも何も言わず一人で苦しんだんだ結局救われる道は一つしかない芸術に精進することだそうして米倉の生命を一撃に蹴落としてくれることだそうすれば米倉に対して立派に復讐もできるし もまたふたたびぼくのものになるにちがいないこうけっしんしてぼくはしゅうじつペンをとったしかしもうダメだぼくはダメだなにもできぬなにもかけないぼくは 再び絶望の淵に沈んだこうやってとうとう昨年の夏まで来てしまったのだそうかそんな事情があったのか僕は少しも知らなかった山本はこう言ったがそれはまるで作りつけの人形が機械でものを言っているような 極めてうつろな調子であった僕の家庭はほとんど家庭をなしていなかった僕と妻とはお互いに終日ものを言わないでいる日の方が多くなってきたもういてもたってもいられないという時になった洋子もいよいよ僕を見捨てる決心をしたらしい 洋子は夫として芸術家としての僕にとうとう愛想を尽かしてしまったのだ確か昨年の9月の10日頃だったと思う洋子が不意に僕と別々に生活してみようと言い出したもう一度舞台に立ちたいというのが表面の口実なのだ 僕はおとなしくそれを聞いていた。そうして何も答えずにおいた。翌日になると、洋子はもうその問題を出さなかった。だから表向きは極めて平和にその時は過ぎてしまった。が、僕の心の中は嵐のようだった。 洋子が同じ問題を再び真面目に提出したのは昨年の10月19日すなわちあの事件のちょうど前夜なんだ洋子はその時自分のことをはっきり僕に言った僕は確信を何はっきり言ったうん 19日の夕食過ぎだ。洋子がまた改まって、僕に別居問題を持ち出したんだ。もう耐えられなかった。僕はこう聞いてやった。お前が俺と別れようというには、他に理由があるんだろう。大抵俺も察している。 はっっきり言ってくれないか。するとようこはこういうのだ。あるといえばあることはあるんですけれどそんなことお聞きになったって仕方がありませんわ。僕はこれを聞いてカッとなったバカ俺を盲目だと思ってえがる。 一体ひさこは誰の子だ。何を言ってらっしゃるんです。ようこはこう言うと黙ってしまった。山本、これが本当に僕の子ならすぐ答えるはずじゃないか。ようこが何も言わないのは、いや言えないのは、ひさこが僕の子でないという証拠じゃないか。 それからどうなったね。僕はあまり不愉快だったから黙って自分の部屋に戻ったんだそして割れるように痛む頭を押さえて机に向かってどうかして心を落ち着けようと努力したそのうち陽子も黙って床を敷いていた僕は 夜そばに人がいては仕事ができないので妻子の臨室で寝ることにしてやるそれで自分も陽子に床を取らせて黙ったまま床に入ったのだそれがちょうど19日の10時頃だったろうさすがに陽子もすぐは寝つけなかったらしい僕はしばらく床に入っていたが 到底そのまま眠れるのでまた机に向かっていろいろ考えにふけていたが結局陽子を殺そうという決心しか持ちえなかったそうだこの苦問から逃れる方法はただ陽子を殺すよりほかにはないそうして 自分も死ぬことだ。とこう思って僕はただそればかりを考えて押し入れからかつて僕が外国にいた友から送られたピストルを取り出して弾を調べ始めたのだ。山本君は人を殺すということがいかに難しいことか少しでも考えてみたことがあるか あらかじめ測って人殺しをするということはあくまでない限りできるものではない。僕はあの夜、あれだけの決心を固め、おまけにその決心まで来るのに2年余りもかかったんだが、その深みのある決心にもかかわらず、僕がピストルを手に取ったとき、 すでにその決心が鈍り始めたのだ。今でなくてもいい。あ日ただっていい。こう考えて僕はピストルを置いた。そしてしばらくもだえたが、やはりピストルを手に取ることができず、それを枕元に置いたまま、床に入ってしまったんだ。非常に興奮したあとには、 非常な疲労が来る。夜半の1時ごろに僕はすっかり疲れきって寝入ってしまったどのくらい寝入ったか覚えはないがふいにささやきのような声が聞こえる半ば起き上がった時隣室から明らかに男の声が聞こえた僕は 全身の血が一時に燃え上がるように感じていきなり枕元のピストルを取るとできるだけひそかに襖の端を開けてみたいくら慌てていたとはいえ陽子がどんな女であろうと夫の寝ている隣室に男を入れるはずのあるものでないことくらいはすぐに考え浮かぶべきなのだが実際その時の僕は 怒りに燃えていたたのだったしかしさすがに襖を開けて隣室を覗いた途端僕は「あっ」と危うく叫ぶところであった陽子の枕元にはスタンドが置いてあって彼女が寝つく時一直口にしておく習慣だったのでその光でおぼろげに不思議な光景が目に入ったのだ。 半ば寝ぼけたような陽子が半身を床の上に出そうとしているそのヤグの上に半分覆面した大男がデバ包丁を突き出しながら小さい声で何か言っているのだ僕はすぐ強盗だなと感じたいくら僕でも 毎日の新聞で近頃の物騒さはよく知っているすぐに飛び込んでやろうと身構えした時男が不意に右手の出刃包丁を突き出すと同時に静かにしろ早く金を出せというのが聞こえたそれに対する洋子の態度を僕は実に不思議なように感じたのだ あんなに平静しっかりしていて、どんなことをも恐れない良子が、まるで気を失ったように恐怖の色を表しているのだ。僕がどんなことをしたって、たとえ彼女を殺しにかかったところで、彼女は完全と首を伸ばしたであろう。それがどうだその男に金を出せと言われると、 魂がぬけたひとのようにまっさおになってぶるぶるふるえはじめたんだスタンドの電気がぼくのいるほうにきていないのおさいわいぼくはだまってこのふしぎなありさまをながめていたするとぞくはまたまたおさえるようなこえだ「はやくしろしないとこうだぞ」といって やにわに右手の出刃をひらめかした僕が思わずあっと叫ぼうとする前に早くもう子は絹を裂くような悲鳴を上げたすると賊は非常に老媒した様を現したがいきなりう子に飛びかかって首を絞めつけたんだふいに山本が訪ねた出刃包丁は 出包長を使わなかったのかデバかうんそれを投げ出していきなり飛びかかったんだところがそれを見た僕は驚くべきほど落ち着き始めたんだその時僕の頭に突然恐ろしい考えが浮かんだんだ陽子は今殺されかかっている その洋子、数時間前にこの俺が殺そうとしたのじゃないか。よし、僕が手を下す必要はない。時は今だ。賊をして決行をせしめよ。責任は賊にゆく。よし。 自分の空想した殺人行為が今眼前で遂行されるのを見よ僕は金のように打つ心臓の鼓動を押さえつけながらピストルを握りつめてそのありさまを見続けたのだ洋子は何か叫ぼうとしたそうして顔を上げた僕は その時の陽子の顔を決して忘れない。充血した顔の色、無理に開いた目、ひっつれた唇、そうして痙攣して震えながらも猛獣のような男の両腕に絡みついたその2つの手。この抵抗にあった賊は、 野獣のようになって両腕に一層力を入れるかと思うと洋子はいきなり後ろに倒れ続いて折り重なって賊もその上に乗りかかった彼は素早く顔から布を取ってもう息が止まっているらしい洋子の口に押し込もうとしている 恐ろしい地獄のような数秒間だった。しかし同時に、なんというすばらしい数秒間だったろう。僕が心に願ったことが、今立派に行われたのを見たのだ。いまだ、今こそ逃してはいけない。 僕はそう思ってふすまを開けるやいなや、だっとのごとく賊のそばに行った。彼がまだすっかり起き上がらないうちに、いきなり第一発をその右胸に打ち込んだ。ひるむところをその右たいめがけて第二発を発射したのだ。無論、やり損なうはずはない。 賊は立ちどころに即死してしまった泣き叫ぶ久子この呪うべきさ子をそこに転がしたまま僕は表に飛び出したそして泥棒泥棒と叫んだわけなのだ僕の望みは見事に遂げられた そこにはただ百分の一秒くらいの時の差があるばかりではないか。賊が陽子を殺したあと僕が賊を殺したかその最中に殺したか誰が知ろう。世人は全く僕が力及ばずして妻を死なしたと思っている。 笑うべきではないか僕は力及ばずどころではない恋に妻を死なせたんだ山本これがあの夜の恐ろしい出来事だったのだ大川は一気にこう言ってしまうと探るような目つきで 山本を眺めた。夕闇は来た部屋は全く暗くなった闇の中に2人は相対している聞き終わった山本が突然病人のそばに置いてある水をぐっと飲んだそして言った恐ろしい話だ。 恐ろし,い事実だしかし君が死ぬ気になったのはどうしたのださあそこなんだ僕が君に言おうとしているのはいいか僕の言うことは矛盾だらけかもしれないしかしその矛盾だらけなのが人間の心なんだから了解してくれ僕は ああやって妻の殺されるのを見ていたええな、妻を殺さしたこれが法律上どういうことになるかは知らないしかし道徳上では十分責任を負うべきことを疑いないところで僕は妻の死ぬのを見てから しばらくは自分のやったことに少しも悔いを感じなかったけれども、あれから10日ほどたつと、またまた深い苦しみに襲われ始めたのだ。僕はさきにも言ったとおり、芸術家の直感を信じた。夫としての直感を信じた。証拠をあざ笑った。 けれど妻の死後ことにあのだんまつまのつまのかおをみてからじぶんのうたがいがまったくのじゃすいではなかったかとおもいはじめたのだもしようこがほんとにぼくをあいしていたならもしひさこがまったくぼくのこだったならぼくはどうすればよいのだ 僕はとんでもないことをしたのだ。罪なき妻を疑っていたのだ。あの、愛しい陽子を疑っていたのだ。しかも僕は、おお、僕こそ呪われてあれ。あの野獣のような凶族に妻を惨殺させたのだ。僕のこの両目の前で。 しかも救うことができたのに陽子が僕と別居しようと思っていたことは明らかだったしかしそれが不定ということになるだろうか僕は取り返しのつかぬことをしてしまったのだこう思ってから僕は久子と暮らすのが耐えられなくなった まずひさこをつまのおやにあずけてひとりでくらすことにしたところがまいよのようにだんまつまのつまのかおがみえるのだぼくがまちがっていたかこうなやみつづけてはんとしは生きてきたのだけれどぼくにはもうせいはたえられなくなったのだ 妻は地獄にいる僕に落とされたんだ。恨め、恨め。僕も地獄に行く。こういう決意をしてから、僕は度々死ぬ時を狙った。そしてついに決行したのだ。洋子が不定であったろうと、そうでなかったろうと。 僕には生きてはいかれないのだ。僕はもう死ぬ。しかし最後に君にはっきり聞きたい。君の誇る聖なる科学の名においてはっきり聞く。僕には子を作る能力があるのか久子は確かに。 僕の子だろうか。そこには不気味な沈黙がまた襲いきたった闇の中でも大川の苦しげな呼吸ははっきりと聞かれるしかるに大川より一層興奮したらしいのは山本であった彼は医師としての己を忘れたように見えた彼は 自分が病人の前に立っていることすら忘れたかのように見えた突然山本はベッドのそばに近づいて大川の右手をつかんだ山本の手はなぜか震えている絞るように山本が言った大川よく聞いてくれ君の命はもう危ないんだぞ死ぬ間際になってそれだけの重大なことを聞くのに 君はなぜ本当のことを言わないんだ君は妻の殺されるのを見ていたと言った。君は妻を賊に殺させたと言った。しかし君は自分が妻を殺したとは言わない。なぜはっきり言わないのだ大川君は賊を第一に殺して、それから妻を殺したんだろう う方もも聞く方も必死だった。かまれた大川の手も掴んでいる山本の手もブルブルと音を立てるまでに震えた「大川僕は君に何でも言うだから君も最後に本当のことを言って死んでくれ」氷のような静寂を破って大川の震えを帯びた わりに落ち着いた声が響いた「そうか君は知っていたのか僕が悪かった僕が悪かった死ぬ前なのに僕は何ということだ僕が殺したのだ僕が陽子を殺したのだ」 間違いはない本当のことを言うから聞いてくれあの夜僕は1時ごろ床に入ったしかしどうして眠れようピストルを出して妻を殺そうかどうしようかと迷っていた僕だ僕は寝返りばかりしながら床中で悶々としていたところが3時ごろだったろう どころのほうでみょうなおとがするのだしかしあたまのなかになやみをもっていたぼくはおとのするのをきいてはいながらもすこしもあやしいとはおもわなかったそうしてどうしてようこにふくしゅうしてやろうかどうしてかのじょをひとりでえいきゅうにもちつづけられるかをかんがえていたのだ 僕が物音を本当に聞き始めたのは、洋子の寝ている部屋の次の間でミシミシ言う音を聞いたときだ。強盗だなと、近頃の強盗騒ぎに脅かされている僕はすぐに感じたいきなりピストルを手に取って、僕はそーっとふすまに忍び寄ったのだ。 ちょっとばかりふすまを開けたとたん、子の寝ているすそのほうのふすまがスルスルと開いて、覆面をした男がぬっと首を突き出した。次の瞬間には、手羽包丁らしいものを持った大の男が、寝ている洋子のすそのところにつったっていた。法律がどんなことを言おうとも、 深夜人の家に刃物を持って入ってくるやつを殺すことは正しいことだと僕は思っていた。いや、今でもそれは信じている。パッとふすまを開くやいなや、僕は賊の右側からいきなり一発を発射した。あっと言って賊がよろよろするところを、僕はひちょうのように飛び出して狙いをつけながら、 ピストルを賊の顔に突きつけて第2発をその額に撃ち込んだ見事に命中すると同時に賊は何の抵抗もなしえずに倒れたのだ戦いは実に簡単だったこの物音に陽子も久子も目を覚ましたもしこの時陽子が 僕の奮闘を感謝してくれたならあんなことにならずに済んだろう目を覚ました陽子は驚いてあなたどうしたのですと聞く僕は倒れた賊を刺しながら泥棒が入ったんだやっつけたよと答えたすると陽子は なかからはいだしてぞくのそばにスルスルとよってそのちのでているありさまをながめたりひたいにてをあてたりしていたがとつぜん「あなたころしちゃったのねどろぼうをそうさかまわないさたいへんよ いくら泥棒だって殺しちゃ悪いわこの答えはいな非難はなんという不愉快なものだったろう。もし僕が殺さなければそういう貴様が今ごろ何されているかわからないじゃないか僕はカッとなった陽子の顔をにらみつけた この瞬間、賊の死体と陽子の顔を見比べているうちに、僕はたちまち非常に有効に利用さるべき機会が来ていることに気がついた。よし、今だいきなり僕は陽子に飛びかかった。そうして、驚いて何もするすべさえないうち、 両腕に全身の力を込めて陽子の首を締めつけた陽子は叫ぼうとしたしかし声が詰まっていたけれど陽子は自分がどうされようとしているかをはっきり知ったらしいおおあの時の断末魔の顔 僕をにらんだあの目、呪いを浴びせようとしたあの唇。僕の頭から消え去らるのはそれなのだ。洋子はたちまち鍛えた。僕は素早くタンスの引き出しを開げたり、そこらのものを散らかしたりした。賊の手から出場を取ってそばに投げ捨て、 その死体を陽子の死体の上に乗せ、覆面を取って陽子の食いしばった歯を押し開けてそこへ詰め込んだ。これらのことは天候のごとく行われた。なぜならば、ピストルの音を聞いて誰か気はしないかという考えがあったから、こうやって万事に抜かりはないと信じてから、 泥棒と叫んで表に飛び出したのだが意外にも早く夜景の男に出くわしてしまったのだ僕はすぐに筋道の立った話をしなければならない十分に考えきってなかった僕はやむをえずわざとそこへひっくり返ったのだこうやっている間に頭を冷静にして 警官に対する申し立てを考え始めたのだった。僕が申し立てようとすることに不自然なところは少しもないはずだ。立派に泥棒が押し入っている。しかも出馬包丁を持っている。それを僕が殺すことは不思議はない。なぜならば、妻が殺されているからだ。 僕はすっかり安心したそうしてはっきりと筋道を立てて申し立てたのだったただたった一か所犯罪事件に関しては全くの素人の僕が心配した点があるそれは賊がデバで妻を脅かしている最中妻が悲鳴を上げたとすると 賊が持っているデバを使用する方が自然じゃないかと思われたのだ。締め殺すとすれば、デバ包丁を放り出さねばならないわけなのだ。そういう場合、強盗は実際どうするかデバを投げ出して締めにかかるものだろうかという点だった。ところが、かかりかんは、 見事に僕の言うことに乗せられてしまった。おそらく、判事も検事もその道にかけてくろうとだったから、かえってだまされたのではないかと考える。実際、そういう場合があるのだろう。彼らの経験から押して、僕の言うところに不自然さがなかったためだろう。見事に通ったのだ。ところが、 君には僕の嘘が分かったね。君にさっき出バのことを聞かれたときは嫌な気持ちだったんだ。おそらく君はあの点から疑ったのだろうが。それはやはり君が僕同様に素人だからだよ。これで僕の言うことは終わった。さあ聞かしてくれ。さっき僕の聞いたことだ。 僕は妻を殺した。しかし妻は不定ではなかったのだろうかもし部屋が明るかったら山本の顔色は瀕死の大川にも増して死人の色を呈していることが認められたろう。ごくりと唾を飲んで山本が言った。君は、 どっちの答えを望んでいるんだ君の妻が低縮だったと答えたら君は安心するのかああたまらない低縮な妻を疑って惨殺したとはでは不定だったと答えれば君は満足できるのか久子が君の子でないと分かればああ不定だったとしたらそれもたまらないんだ どうしたらいいのだろう、僕は。しかしやはり聞きたい聞いてから死ぬ僕はこう作れるのだろうかシさこは僕の本当の子だろうかそれに君は陽子によく会ってあの女の気持ちをよく知っているはずだ医者として。 親友として答えてくれ,答えてくれ僕は君の頭を信ずる君の言うことを信じる君は何もかも知っているはずだ僕の言葉のわずかな不自然さから僕の嘘を当てた君だしかしそれにしても。 僕の殺人の動機までは知らぬはずの君が突然激しい咳が大川を襲った痰が喉で鳴った明らかに大川は断末魔に迫っている死人のような山本はしかし追っかぶせるように大川の手を取って耳に口を寄せながら叫んだ 今こそ本当を言おう大川、君には子はできないわけなのだだから久子は君の子であるわけはない君の感じは正しかったんだ君の直感は正しかったんだよ大川、もう一つ言う言わなければならない君の夫としての直感は正しかったのだ しかし、全部が正しくはなかったのだよ。僕は、君が陽子を殺したことを知ったのではない。また、推察したのでもない。君は、夫として、芸術家としての直感といったね。しかし、僕のは、僕のは恋人として、愛人としての ここまで夢中になって語ってきた山本はこの時初めて大川の異常に気がついた医師としての観念が彼を支配した彼はいきなり電気のスイッチを切った照らし出されたベッドの上に彼はもはや永久の眠りに入っている大川龍太郎を見いだしたのであった山本は初めて 友人の死体と対話していたことに気がついた山本の最後に言った言葉がどこまで大川に聞こえたか疑問であるしかし大川が聞かずに死んだとすれば二人にとって幸福であったろうなぜならば山本正夫の語った言葉そしてさらに語ろうとした言葉は「地獄からでなければ聞きえず」 また、地獄に落ちなければ語りえなかった事実であったろうから黄昏の告白はここで終わるしかし次のことを一つ付け加えておかないのは事実に対して忠実ではなかろう大川龍太郎の死後彼の一代の傑作は新しき表層のもとに再び出版され 親友たる山本昌夫はその出版に全力を注いだ大川の維持久子は大川の親友山本昌夫によって育てられることになったが大川の作の出版その他が完全に済んだ時山本昌夫はある日その家で久子の過失から突然変死したことが発見された大川の遺品のピストルが 山本によって埋蔵されていたのを幼い久子がいつの間にかもてあそんでいるうち誤って引き金に手が触れて発射し一発のもとに頭を撃たれて即死したものであるしかしこのことを信じない人もかなりある4歳の女児によってピストルがたやすく発射されないということを知っている人たちは少しもこの話を信じてはいないだろう が、なぜに山本が自殺したかこれを知る者はおそらくは一人もあるまい。